オリバー・サイモン・ダーシー・ハートとは、イギリスで生まれたアメリカの経済学者で、ハーバード大学経済学部のアンドリュー・イ・フューアー、記念教授である。ハートは、ベント・ホルムストロームと共に、2016年のノーベル、経済学賞を受賞した。オリバー・ハートは、医学研究者のフィリップ・ダーシー・ハートと婦人会のルース・メイヤーの子供として、イギリスで生まれた。彼の両親は、ユダヤ人であり、 彼の父は著名なモンタギュー一族の一員であった。オリバーの高祖はサミュエル・モンタギューである。ハートは1969年にケンブリッジ大学のキングスカレッジで学士号を得た。そこでの同期として前、イングランド銀行総裁のマービン・キングがいる。1972年にはウォーリック大学で経済学の修士号を、そして1974年にはプリンストン大学で、 経済学の博士号を得ている。彼は、ケンブリッジ大学のチャーチルカレッジのかつてのフェローであり、そしてロンドンスクール・オブ・エコノミクスの教授であった。1984年、彼はアメリカに戻り、マサチューセッツ工科大学で教鞭を取り、1993年からは、ハーバード大学に在籍している。ハートは1997年に、最初のアンドリュー・イー・フューアー記念教授になり、 2000年から2003年にかけてはハーバード大学経済学部の学部長であった。彼はアメリカ芸術科学アカデミーエコノメトリックソサイティアメリカファイナンス学会のフェローであり、イギリス学シーンのコレスポンディングフェローでもあり、また米国科学アカデミーのメンバーでもある。彼はアメリカ法と経済学学会の会長とアメリカ経済学会の副会長を経験し、 いくつかの名誉学位を受けている。ハートはまた2006年に取引費用の経済学、契約、インセンティブとコーポレートガバナンスなどに関する貢献に対してオリバー・ウィリアムソン、ベント、ホルムストロームと共にトムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞している。ハートは契約理論、企業理論、コーポレートファイナンス、法と経済学の専門家である。彼の研究は 不完美契約、つまり所有構造と契約条項が企業の統治と協会に与える役割に中心が置かれている。彼は政府側の専門家として2つの裁判に対し自身の理論的業績をもとに分析した。ハートはアメリカ市民である。彼はハーバード大学文学部の教授であり、ホロコースト第二世代メモワールであるマザーランド、グローイング、 アップウィズ・ザ・ホロコーストの著者であるリタ・ゴールドバーグと結婚している。彼には二人の子供と二人の孫がいる。ありがとうございます。